蘭育次郎妙な錠前や一んだか研究室の方にただならぬ物音がしたように思って亜希子ははっと顔を上げた耳を澄ますと誰かの怒鳴るような声と一緒にドアを殴りつける音がするそういえばこの声はどうやら 可愛いのようでもある。亜希子は急に不安になってきたとうとう爆発したのかしら助手の河合が何か研究所のことで柿沼と意見の合わないらしいということはそれとなく聞いていたしかし時々帰り道で一緒になる河合は一向そんなことはおくびにも出さず 仕事のことには全く触れないおとなしい人なのだけれどだがそういう人の方がカッとするととんでもないことをやりかねないという気もすることに昨日に限って帰り道で一緒にお茶を飲んだ時なんか社長の顔面も度が過ぎる僕も最後の手段に訴えなければならんかという気持ちさえするよ 珍しく頬を好調させていたくらいなのだ亜希子は受付のガラス戸を覗いて誰も来訪者のないのを見ると整理にかかっていた納品伝票の束を伏せたままそっと廊下に出た右に曲がってすぐ階段を降りると地下室が研究室になっていた階段の途中まで来るとドアをたたいている音が

なんとなくホッとしたどうしたんですの河合さんどうしたもこうしたも親父が点で返事をしないんだよあらお留守じゃないかしらそんなことはないさ所長は夕べ夕飯をやったからまたプイと研究室に入ったままだっていうからねあのおばあさんが他に行くはずはないからね親父は木村も行って またたドアをたたき鳴らした柿沼署長はもう60を過ぎたはずの銀髪で鶴のように痩せた老人だった昔から独り者でずっとこの自分の研究所の構内に炊事をする耳の遠いばあさんを使って住んでいる顔面なところもある代わり仕事にも熱心だっただから一旦寝床に入ってからでも 何か思いつくと研究所へ飛び込んだまま夜を明かしてしまうことだって珍しくはなかったおかしいなあ。河合と木村は顔を見合わすとまた激しくドアをたたいた疲れて寝込んでいたとしてもこれだけたたけば起きそうなものであるなんとか早く親父に知らせないとまたやり直しをしなきゃならんからなあ。木村は いかにもじりじりした顔で手だけでは間に合わず手に合わせて靴の先でドアを蹴り出したそれでも返事がないうんともすんとも答えがないしようがねえなまさか脳一血なんかでポックリ言ってるんじゃねえだろうなまさか所長は痩せてるから痩せてたってやられるだめだ鍵はないのかい ないよ。所長だけしか持ってないちっ。舌打ちした木村はあきちゃん大至急で錠前屋を呼んできてくれないかなんだか少し気になってきたはい錠前屋は間もなくやってきたダブダブの作業服を着て武将髭を生やした男だったこの男は頑丈なドアをじろり見るとハンドルのところにかがみ込んだ うち側から鍵がかかっていますよ。うん、鍵を持った人が中にいるらしいんだね。ああ<ー>、うん、こいつはなかなかいい銅だ。こいつを開けるにはちょっと腕がいりますぜ。ジョマイヤは職人らしい自慢を漏らしたが、しかしなるほど自慢を言うだけあって鮮やかな手つきだった。まもなくガチンという バネの戻ったような音がした開いたええさあどうぞ木村がハンドルに手をかけた所長研究室の厚いドアは調子がいが少し錆びているせいか鈍い音を立てて開いた静かにのぞき込んだ木村は何と思ったのかハンドルを持った手をひくりと止めたそして動かなかった 可愛いとそれから亜希子もそっと木村の肩越しに部屋の中に目を注いだ「思案中を邪魔されて怒りのために満面手を注いでにらみつけている柿沼社長の顔」というひょいと浮かんだ考えは全く裏切られたみんなの目がはっきりと見たものはうつ伏せになって 痩せた枯れ木のように床の真ん中に打ち倒れた柿沼老人だった身動きもしなかった右手で押さえるようにしている前びたいの白髪にこびりついている赤黒いものが飛びつくように目にしみたにいや やられてる。木村がつばの絡まったような声でうめいた可愛合の横顔は今にもぶったおれそうに青くこわばっていた亜希子は夢中で後ずさりしていた膝がガクガクして目がくらみそうだった亜希子は肩を押されてよろめいた誰かが押しのけるようにして部屋の中に入っていったのだ 戸口にいた河合も木村も押しのけられた。それは、今まで後ろにいた武将ひげの錠前屋だった。三人とも、あ、っと思ったけれど、とっさの出来事で、この無法な錠前屋を止めようともしなかった。しかしこの錠前屋は、まるでそれが自分の当然の仕事でもあるかのように、部屋の中を例のじろりとした目で見回すと、 うつ伏せに倒れている柿沼老人の体を極めて巧みに動かしたそれによって傷が分かった傷は前びたいにまともに受けた打撲裂傷のようだったちょうどなたの背で一撃されたような鈍い傷なのだ次に部屋の中を見回した戸口の三人はまだぼう然として こののっそりした錠前屋のする通りを目で追っていた部屋の中はいろいろな実験器具が置かれてあるが別に特別取り散らかされている様子でもなかったそれから奥の窓の方に歩いていった奥の突き当たりの壁に2つの窓がついていたこの研究室は地下室なので窓はそこに行くと 地上の人の足だけが見えるような位置についているしかしこの窓にもいかにも神経質な柿沼老人らしく鉄格子と金網と二重の蓋が厳重につけられていた押したところでもちろんびくともしなかった妙な錠前屋はそこで初めて困惑したように眉毛を寄せていたがもう一度柿沼所長のそばに来ると 膝を折ってその辺りを熱心に見回していたおうんこいつは肥大な犯罪ですな間もなくかわいたち書員のところに出てきた錠前屋は今までののっそりした様子や口ぶりとは別人のように歯切れのいい口調になっていた肥大な犯罪木村がつぶやき返したつまり出入り口のない部屋での殺人 というわけですからね。あの2つの窓から出入りできるのはおそらくタバコの煙ぐらいなもんでしょう周りの壁という壁は水漏りを警戒して必要以上に厚くコンクリートが打ってあるたった1つの出入り口であるドアには諸君ご承知のように内側から鍵がかかっていたどうですしかも、 城前屋はかわいたち署員を前に置いて諸君というように呼びかけたけれどしかしその響きは極めて自然であったそればかりかこの得体の知れぬ振る舞いの城前屋の周囲には何か目に見えぬ力を持った雰囲気が漂っていたまさか自殺ではあるまいね。 かわいがその雰囲気ににされるように低い声で言った。するとこの男はまるでそれを待っていたようにニッと口を曲げてなるほどいかに厳重な密室だって自殺ならばこういうこともできますなしかしそりゃあいかんです肝心の狂気がありませんからね自殺した者が死んでしまってから狂気を始末するなんて不可能です しかしない何もないコンクリートの床に薄い絨毯を敷いたその真ん中にぶっ倒れているしかも傷口は鈍い刃物で一撃を食っているどうです犯人は凶器を携えたまま煙のように忍び込みそしてまたひょろりと金網の目を抜けていったとしか思われんありさま「偉大な犯罪」 驚くべき殺人じゃありませんか合鍵もし合鍵を持った者がいたら木村が言ったそれなら簡単命令しかしいかにここの書院であり事情に精通されている諸君かは知らんが一旦外に出てしかも内側から鍵をかけるという芸当はできんでしょうないかにも人を食った言葉だった。 河合と木村は一瞬カッと赤くなったががすぐ今度は前よりも青くなったそれならこれをどう説明しようと言うんだ誰がやったと言うんだ貴様じゃ話にならんよ警察を呼ぶあきちゃんすぐ電話してくれ大至急だまあ待ちたまえ警察を呼ぶのもいいだろうしかし警察が来たからってこれが解決できると思うのかね 鍵のかかった絶対に出入りのできない研究室の中の殺人を何かなくなっていないかねそれから調べてもらおうわ合は不奨不奨ではあったがそう言われてみると この研究室の命ともいうべき貴重な実験報告書が気になってきたそれでじろりと錠前屋を一別すると窓下のデスクの方を探し始めた亜希子は自分がこの得体の知れぬ錠前屋を連れてきたことでさっきから顔も上げられぬ気分だったあの時この近くの錠前屋はどこにあるか聞こうと思って 所長さんの炊事をしているおばあさんのところへ駆けつけてみるとちょうどそこで話し込んでいたこの男が「自分は金庫の城前なら本職だが」と言ってすぐ来てくれたのだけれど考えてみると「金庫の城前なら本職だ」といったことからしてただものではなかったのかもしれぬそれにこれはあきこだけの ほんの女らしい感じなのだけれど昨日河合とお茶を飲みに行ったあの河合がひどく所長のことを憤慨していた喫茶店で給仕を捕まえて愉快そうに話し込んでいた青年の歯切れのいい声にこの錠前屋の声がひどく似ているようにも思われるここで一体何を研究しているんですかな 急にその錠前屋に話しかけられて、アキ子はハッとした。あの、社長さんは低温科学とかおっしゃってました。低温あははすると冷たいやつ。その所長さんが冷たくなっちゃ困りますな。ははは、低温。なるほど。錠前屋は一人で幾度もうなずいた。そしてその目は、 一瞬きらりと輝いたように見えたが、しかしすぐまた不敵な面構えに帰っていた。ところでお手数ですが、最近の購入帳簿といったようなものを見せてくれませんか。ここで購入したものでなくなっているものを調べたいと思いますからね。はあ、あの納品伝票でいいでしょうか。この男の言葉の中には、何か、 拒みにくいい力を持っていた結構大至急で亜子は急いで玄関脇の事務室に行ってさっき整理しようと思っていた納品伝票の束を持ってきた不思議な錠前屋はその伝票の束を受け取るとまるで何か心当たりでもあるかのような速さで目を通し始めた瞬く間に 1> ここ1か月分のものを見終わってしまった川合はちょうどこの時実験報告書を無事に引き出しの中から見つけ出したしほかにも何の異常もないのを知ってほっとしたところだったどうですなんか紛失ものでもありましたかないや川合は首を振った確かに確かにハハハ やはぶえんりょにわらうと「なくなってますぞたいへんなものが」え何なにがふんふはんにんがいやきょうきかなそいつがひょろひょろとかなあみのめからにげだしちまってるじゃないですか犯人はんにんはつまり犯人の名はんにんのなはドライアイス <laughs> 犯人すなわち狂気です柿沼所長の頭の上にあるのは冷凍装置でしょう冷凍装置というやつは普通の冷蔵庫でもそうですが氷は上の方に入れることになってますねつまり冷たい空気は下に降りるという性質のせいですなこの冷凍装置もその通りだと見えてゆうべ柿沼老人は 高いところにある氷室にドライアイスを入れようとしてずいぶん苦労されたと見えますよしかもドライアイスの塊は入れ方が悪かったと見えてせっかく入れたと思ったやつがつるりと滑りものすごい勢いで落ちてきたんですしかも運悪く柿沼老人の真正面にあの列傷はドライアイスの角ですなあ 豆腐の角じゃなくて全く不運でしたドライアイスそうですよそいつが密室の殺人の犯人であり凶器です僕ははじめ低温実験と聞いて氷かと思いましたよしかし氷ならどこかその辺にまだ湿り気を残しているはずですで納品伝票を見せてもらうと ドライアイスが盛んに購入されているのを知りました現に最後のやつは昨日の夕方頃納入されたことになっています諸君が引けた後のことらしくそれでこそ所長がまた一人で研究室にやってきたわけでしょうこれはまごまごしていれば溶けちまいますからねいずれにしてもこの最後のドライアイスが犯人です柿沼所長を混沌させた犯人は 炭酸ガスとなって逃げ出すまでしばらく老人の右肘のところに転がっていたと見えますよそこに足跡を残していますからねこの陽気に東傷という城前屋はそれだけ言うとゆっくりと向き直った河合はハッとして慌てて後ろから声をかけたちょっとちょっと待ってください 一体どなたですかフッフッ錠前屋は今日開業したばかり月沢俊平といいますよまあ君なども喫茶店なんかで所長に対して最後の手段が取りたくなったなんていう物騒なことはあまり言わん方がいいですな聞いていたものがふっとついて行ってみたくなりますからね僕は そういった男です。川合は思わず顔が赤らんだように思ったそして3人の6つの目の見守っている中を月沢俊平と名乗る不思議な男は悠々とそしてもう振り向きもせずに階段の上に消えていった。